えと、ー、私は、その、比、え、嘉、ー、と言います。えっ、ー、と、今日は、その、えー、量子コンピューターの、その、まあ、インターフェースに関して、まあ、説明しようと思います。まずは簡単に自己紹介からさせていただきます。はい。えっと、えー、僕自身は今、九州大学に通ってまして、えー 今現在もその大学院で、えー、数学をまあ専攻していますと。で、えー、学部の間に、えー、一応九州大学のところで、えー、プログラミングサークルをまあ設立しまして、まあ、現在はそのサークルの方では、まあ、ウェブや機械学習やアプリケーションなど、さまざまな言語の学習会を行っていますと。 で、えっ、ー、と、また個人に関しては、まあ、量子コンピューターを研究してるのもあって、その、まあ、個人で、その、まあ、量子コンピューターを用いて、マ、ま、ジ、あ、問題の解決ができないかと思って、まあ、ちょっと今、いろいろ開発をしてますと。はい、で、まあ、今回紹介するものなんですけど、ま,あ、まず、経緯としては、その、 まあ、量子コンピューターで、えー、今コーディングはしてるんですけどいろいろまあ皆さんちょっとコードベースで書くのでやっぱりもうちょっとその目に見えるものがあった方がいいんじゃないかなって思ったのが一つとあとはもう一つとして、まあ、機械学習が流行ってるんで、まあ、これは、まあ、一番初めの加藤さんもおっしゃってたように、まあまあ、その使いづらいとか、まあ、使えないとかでもあるかもしれませんが ちょっと何かしら組み込むことができるんじゃないかと思って、まあ、これを融合させたプラットフォームの開発を今しています。で、まあ、今回説明するものなんですけど、えっと、実際この BlueCat のホームページをまあ見ていただくと、まあ、こんな感じになってるんですけど、えっと、これは基本的にその、 左の方からまあ回路を取ってきて、まあ、それを実行して、まあ、実行させるまあツールみたいなもんですね。で、多分今回乗っけてる、今まで多分乗っけてただけなので、多分使い方がわからないと思うので、ちょっとそのことをちょっと説明しようと思います。えっと、まずま、これ自身はちょっとグローバルなアルゴリズムをそのまま書いてるんですけど、 まずやり方としては、まあ、左のこのゲートリストの方から、まあ、簡単にゲートを置いていただいて、で、これで、まあ、実行したら一応実行はされるんですけど、これではまだ不十分で、その、一応この M を置かないといけないです。ここがちょっと、その、使う上で気をつけてください。 でこれで一応観測がされるんで、実行としてまあきっちり位置が出ると。で、あとはもう、見ていただいたら多分ほとんどの人はわかると思うんで、まあ、ゲートの説明は置いといて、で、この他の機能としては、えっと、まずこの回路を置く場所については、まあ、このゴミ箱をしたら、まあ、とりあえず全部消えると。で、 この、その、えー、回路の部分なんですけど、一応ここ動くようになってまして、ちょっと、最新の方だと、えっと、一応こうやって動くようになってるので、えっと、例えば回路を置いてみて、まあ、どんどん長くしていったら、こっちの方に行くので、その時に、まあ、一番初めのところを編集したいってなった時に、これを、 押していただいたら、まあ、元の位置に戻ると。でまたこれはまあ見た通り拡大と縮小なんで、まあえー、何でもできるように一応なってはいます。はい、で次にこれかな。 次にこのゲートに関して、まあ、ダブルクリックをしてもらうと、まあ、この詳細の部分に一応そのコントロールとターゲットのビットをまあ書くことができて例えばこうやったらこんな感じで簡単にできるようになるんでえっ、ー、とまあ試してみてくださいでえっ、ー、と角度がある場合も場合は このようにシーターの値が書いてあるので、まあ、ここに自分で値打ってくれたらちゃんと出るようになります。あとはそうですねあとは多分もう機能によって、まあ、ダブルクリックしていただいたらそれぞれまあ詳細が出るので、まあ、各々いろいろ変えていただいたらいろんなものが作れます。 なな。感じかえー、っと、あ、すみません。えっと、うん。すみません。ちょっと乗っけてる方では多分ちゃんと動くんで、はい。よろしくお願いします。で、えー、っと、 まあ今ここに載せてるのはこんな感じなんですけど、はい。今現在、その、開発してる方では、えっと、まずその、回路の方ですね。えっと、まず回路がちょっといっぱい増やそうかなって思いまして、例えばここのコントロールスワップだったりとか、 えっと、ゲートが、まあ、コントロールゲートでも、その、コントロールの部分が2個じゃないで3つ欲しいとか、まあ、そういう場合もなんか、試す際には、まあし、してみたいなっていうのはあると思うんで、一応その部分も、ま、置こうかなと思ってます。で、えっと、それ以外には、あの、アルゴリズムの方も、ま、まとめて、今回だと、その、 ホームページの方では、えっと、でもグローブはそのまま載っけてるんですけど、多分ここだと回路が長くなっちゃうので、これはもうまとめて、これを1個置いていただ,いただければ、まあ実行できるというようにしてます。で、えっと、こっちも新しく追加をしようと思っている機能で、 今これがその最新のやつなんですけど、この n i s クモードっていうのを一応まあ軽い名前ですけど作りまして、えっと、ここではちょっとまだそのいい UI をちょっとまだ浮かばなかったんで、そのとりあえずハミルトニアをこうやって自分でブルーキャットの形式でま打っていただいて、まあ、実行していただければ、 こんな風に下に結果が出てきて、まあ、出てくると。であと、時間も計測されます。なんで、えー、っと、まあ、今回、そのブルーキャットの,の、まあ、コード多分いろいろ出たと思うんですけど、よくわからない、Python も使ったことないって思うのであれば、まあ、ここに一応書いていただければ実行はできます。はい、で、また、QAOA の こうだと、まあ、3つありまして、まあ、主にここですね。ここに打っていただいて、えー、とここはまあ初期値とミキサーの部分なんですけど、まあ、ここも書いていただいて、実行すると、まあ、ちゃんと出てくると。はい、こんな感じで出てきます。で、えっ、ー、と、 今現在作ってるのは、まあ、こんな感じで、えっと、これから、その、作ろうと思っ、作ろうっていうか、まあ、今作成中のところなんですけど、まあ、このデザインページって言って、えっと、ここかな。ちょっとまだ全然簡素なんですけど、<laughs> なんだ。えっと、例えば、その、ファイル形式とかで読み取ってやりたいとか、 そのここで言う、はい、この n i s まで、あ、作った式、まあまあ、仕組みみたいなのが、みたいなのを、まあ、ここで保存しておいて、こっちの方で動かすっていうことができたら、まあ、もっと手軽にできるんじゃないかって思ってまして。 なんで、その、今ちょっとまだ全然作成中なんで、ちょっと、先、どこまで完成させようかみたいなのはちょっとまだ考えてないんですけど、まあ、もしなんか、こういう機能欲しいなとか、あったら、ちょっと自分に連絡いただければと思ってます。はい。えっと、プラットフォームに関しては、以上です。一応、その、なんだ。 あこれをする前は、あの、一応このキータの方でいっぱい記事あげたりしてまして、まああとはブルーキャットのチュートリアルとかを、まあ日本語のやつとかをガシガシ書いてたんで、なんかその点もなんか、ちょっと指摘があれば、ちょっと欲しいです。はい。えー、自分の発表は以上になります。えっと、質問が、 あればお願いします、はい、はい。えー、っと、キ u キ s k i と比べたアドバンテージは何ですかはい。えー、っと、まずは、最大の特徴はこの n i s クの方ですね。えー、っと、キ u i s k の方の、あの、なんだ、IBM の方のプラットフォームは、えー、この n i s は書けないようになってるんで、まあ、そこはまず非常に大きいっていうのと、 あとは量子回路の方でも、一応ブルーキャットの方にもその RXX ゲート、ここら辺もあるので、結構自由に作れるっていうのがあります。それと、あとはその、その自分で作ってる方はこのバックエンドを選べるので、正直キスキットっていうよりはまあなんかいろんな量子言語を全部ひっくるめて、一個の大きいプラットフォームで作ろうかなと思ってます。 えっと、言語は、あの、なくすとっていう、J、あの、JavaScript で作ってます。えっと、Rx の横に角度が表示されないと使いづらいと思うのですが、はいはいはい。ああなるほど。ありがとうございます。ちょっと、これは個人的にメモさせていただきます。確かにそうですね。角度はじゃあ入れときます。はい。 で、えー、っと、シミュレーターで参考にしたものはありますかなるほど。えっと、私はもう、まず IBM の方を見て、いや、これもっと自分でいいの作れるんじゃないかなって思ったんで、もうひとまずあれをほぼもう丸パクリみたいな感じで、ちょっと作りました。で、あとは、その、一応、個人で一応私もやってますので、 あの何かしらそのビジネスにつながるものがしたいなって思ったのでそっちの,あの方のプラットフォームも一応参考にしながらやりましたねえっと具体的なものとしてはえー、っと一応この会社これ福岡にあるんですけど 出していいのかかわんないけどこれがつこの会社が作ってるプラットフォームをあの個人的には真似しました。はい。なので、これとあの IBM, の IBM さんの方を混ぜて、一応自分のができてるって思っていただければいいです。えー、っと、NPS の効率的な量子ビットの再利用の際に M の後ろにゲートを配置できますかあ、できます。 えっと、できる場合、再利用する量子ビット。あ、初期化されます。もちろんです。これは、あの、多分ブルーキャットのシステムでそうなってる場合はできますね。えっと、これ、初期化はされないんですよ、今のところ。あ,あ,あさ、されないですか。はい例えば、じゃあ、その、1観測しちゃった場合は1のままで、はい、で、それ、 観測結果を全部ランしてからじゃないと取り出せないんで、そのあたり、何かう方ないかなっていうのを今、ちょうど考えているところです。ああ、すみません。ありがとうございます。はい、いえいえ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えーっと、IBM、はい、そうです。対応してないですね。あの、まあ、プログラム上ではもちろんできるんですけど、こういうプラットフォームみたいな感じでは実行はできないですね。えっと、JavaScript と Java は違いますね。Java は基本的にバックエンドの言語なんで、 えっと、JavaScript はもうフロントの言語なんですけど、まあ、この n く x とはまあサーバーサイドもまあ一応兼ねてるんで、ちょっと作りやすいっていう。一応このシステム自体は表面は JavaScript を使って裏で Python で回してます。そんなシステムになってます。はい。あと3分ですけど、そんな感じですかね。ありがとうございました。